よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。澤部さんです笠井さんです。今日演奏っていうか録音していただくのはどんな曲なんでしょうか。はい、まあちょっと前の曲なんですけど、コールという曲があるので、それが割といい具合にダビングもあの回数が多いんでそれをやってみようかと思います。はい、では、ドラムのとこに座ってらっしゃるということは、まずはそうですね、ドラムからやっていきます。はい、今日は、4、2、3、4、5回戦で撮ってます。オーバーヘッドって呼ばれる、上からこうシンバル類とか、まあ、ドラム全体のキット全体を狙うっていう風のマイクなんですけども、があの、そこの1個シンバルの1個とそっちの1個っていう感じで、こう見た目的には全然シンメトリーに立ってないんですけども、サウンド的にはあれがちょうどシンメトリーになるようになっていて、中心をスネアで捉えているんですね。スネアドラムを中心に捉えていて、スネアからの物理的な距離感が一緒になっているんですよ。でその物理的な距離感になっているところと一緒のところと大体同じぐらいのところに、タムがいるみたいな。なんでタムにこうマイクを立てなくても、タムとかにもよく立てるんですけども、今回はシンプルにいこうかなと思っていて、タムも拾いながら全体を戻るみたいな、こう何個かのものを同時に狙ってるみたいな。でその2本で全体を拾っていて、と個別にその言っていたスネアが、上と下から両方にマイクが立ってます。あとはキックベースドラムに1個っていう感じですね。オーバーヘッドが、タスカムさんで出してる、ドラムキット全体で、4本セットかなって言ってるマイクがあって、それのペンシル型のマイクを使ってる感じですね。割とシャープな感じの音がすると。ちなみにキックも一緒で、キックもあのそのセットに入っているので、あともう一個、スネア用のマイクかな、4本セットになっている。でスネアは、両方から取りたいなと思ったんで、シュアの SM57 っていう一番ベーシックなマイクで両方からって感じです、ね。スネアの、まあ、表側と裏側に1本ずつ立っていると。裏側はよくそういう時ってあの位相を逆相にしたりとかしてますが、今回はどうされてるんですか。今回もしていて、ソフトウェアミキサーが付属してて、このさっき一瞬画面出てたやつなんですけど、ここで、インプット分全部がここに立ち上がってる状態になっていて、ここで、EQ とかもできたりするんですけど、左上にあるような感じのここの緑のこれが入ってる、今緑画面になってるところが位相の反転スイッチ。でここですね、あの下側だけフェーズをかけていて、位相を合わせるっていう状態ですね。これもすごく便利な、本体がやっぱコンパクトにまとまってる分、いろいろ触ったりするのにスペースがあって触りやすいんですけど、つまみもたくさんありすぎちゃうと今度触りにくくなっちゃったりするんで、程よく触りたいやすものはこう触り回数が多いものは前に出て、そこまでもないものは向こうにまとまってるっていう印象ですね。位相のスイッチとかはまあそんなに頻繁に触るものでは、最初決めちゃったらあと触らないから、レベルはやっぱ取りながらどんどん触っちゃうけども、そんな触らないんで、そうでもあると便利っていう、すごくたくさん使ってないんですけど、薄く使ってて、すごく使いやすくて、深く入れていくとすごく、なんて言うんだろう、音色も変わっていくような感じでしっかりかかるんですけど、浅くしておくと、ほんと軽く止まってくれるやつむっていう、今だと、オーバーヘッドのマイクとかは本当に薄く、絞り切りがこう時計でいうところの何時っていうんだ、7時ぐらい
なんですけど、オーバーヘッドとかだと9時ぐらいちょうど左に入ってるぐらいで、そのあとちょうど、やっぱドラムだと打楽器でアタックが強いんで、そのアタックが強く出過ぎちゃう瞬間とかにこう赤がついて、ピークオーバーしちゃうとちょっと嫌なので、そこに合わせるとちょっとやりたいレベルも下がっちゃうんですよ。ちょっとあの怖がるというか、あの安全策を取っちゃうんですけども、これ薄く入れておくとそのピークが止まってくれるんで、行きたいところまで行っていける、むしろもうちょっと音色変化も楽しめるんで、ちょっと上げれるんですよね。そのね、結構取る段階から音色を作れる感じでね、すごくいいですね。がオーバーヘッド薄く入ってて、スネアはもうちょっと10時とか10時半とかそのぐらいまで入ってて、割としっかり止めてて音作ってる感じですね。でキックはなんかね、入れすぎちゃうと音色ちょっと変わっちゃうんで、9時ぐらいキックもで程よく止めてるぐらいの感じでも、やっぱ止める分レベルがちゃんと入ってくれるんで、取りの段階からあの中のミキサーの方ではプロツールスでは全くノー EQ のコンプ状態なんですけど、全然もう音色もしっかりできてるっていう状態ですね。今じゃあ取ったドラムの音に関しては、そのワンノブコンプ、そのプリアンプについてワンノブコンプを使っただけで、うん、プラグインとかじゃあ何もかけていない。そうなんですよね、素のまんまで取ってると。でも全然しっかり取れてるっていう。はい。普段だと、まずアンプは使ってなくてラインだけになってます。で普段だと、DI ダイレクトボックス使ってインピーダンス変換したものをキャノンで入れるタイプになるんですけど、今回は、これがコンボジャックって言われるキャノンと真ん中にフォームも入る両方入るタイプのインプットなんですね。なんでそれで、直出し直でベースからエフェクターもないんで、そのまま直でここに入ってる状態ですね。
マイクは今2本立っていて、ゼンハイザーの BF541 っていうもうデッドストックになっている今だと441っていう型番が残ってるんですけど、それの昔の型番のヴィンテージダイナミックマイクみたいなのと、あとはもう一個現行品で、オーディオテクニカ の細長い方ですね、シルバーのが、オーディオテクニカの AT4081 っていうリボンマイクでが、全く同じ位置に立っている感じですね。でそれを、ミキサー上では、パンニングで振っていて、まあ、2つあるんですけど、こう振ってこうやんわりステレオになっているみたいな、こう1個でこうなってるんじゃなくて、こんなこっちがじわっといるのとこっちがじわっといるみたいな感じと、でこう低いの高いのがいて、で真ん中に最後のゴッ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 っていうのがいるっていうみたいな感じですね。で3つ住み分けてるっていう。そうですね、僕よく2本とかもっと複数立ったりするんですけど、1本もシンプルですごくいいんですけど、2本立てておくとそれが、ステレオに使えたりとかもするんですよ。1本だとどうしてもどこに配置しようとも1本の感じになってしまうんですけど、2本でこう端と端に置けば広くなるし、こう置いてとしても左側に2つ置いたとしてもこう左側で広くなったりとかもするんで、後から1個しか使わなかったりすることとかもあるんですけど、チョイスの幅が選択の幅が広がるなといつも撮っていて、今だ と、ノイマンの U87AI っていうのが縦長の方 と、ペンシル型の方が、KM184 っていうマイクで、割と左側のマイクはどっしりとこうジャカジャカした感じが出るんですけど、左側の方は結構シャープなで、あの手のこう動く感じ、あれも結構アコギってこうここの音が一番アコギっぽい音に聞こえるんですけど、意外とそのキュッキュッっていうのとかが合間合間にこう次のコードに行く前にこうキュッて動き瞬間とかになることでもアコギがいるっていう存在感を感じれる、あの実音が鳴らなくても楽器を聴かせるみたいな、そういうとこも一緒に合わせて、で今それをちょっとステレオっぽく感じ、ちょっと狭めたのかな、ちょっと狭めてる、少し狭めのステレオ感みたいな感じにして聴かせてる感じですね。砂のついた指ほどいてあなたのこと考えてた、迷いながらたどり着いた、ここではもう意味がなくて、月の光に手を振り合う。迷いながらたどり着いた、ここではもう意味がなくて、ボーカルのマイクも、タスカムさんの、コンデンサーマイク、大きいタイプのやつですね、これコンプレッサーはかけたんですか、ね、さっきの薄く9時ぐらい、はい、でも本当ねあんまりもっと言ってよかったなって、なるほど、ね、始まっちゃったんでそう思っちゃったから、か触れないなって思って、はい、もうちょっとかけても良さそうな。このボーカルのマイクはどちらにつないでたんでしたっけ、ボーカルは、下ですね 8P、はいはい、8P に入れて、まあそうですね、薄くコンポぐらい薄くコンポかけていると、でも
割としっかりかけても良さそうな感じだったんで、はい、もうちょっと時間あればもうちょっとあのどれぐらい入れるかで音色の変化が結構あるんで、うん、この曲だと結構分かりやすいかもね。そうそうそう、うん、出るから割とかけても良かったなっていう印象で、うんうん、もうちょっと音色狙いたい。ほとんどじゃあ全てのマイクというか楽器に、ワンノブコンプレッサーはかけている。ほぼほぼかかってますね。キーボードだけ、キーボードだけ、うん、キーボードかけてなくて、うんうん、キーボードは、ラインアウトで、これはどこにつないだんですか。それは、こっちの方ですね。オーディオインターフェースシリーズの方に、うん、はい、これもじゃあ DI とかはかけ使わずそのままシールドをそのまま入れるだけと、うん、ということで、撮り終わりましたということで、はい、笠井さん、こう完成形というかラフミックス的なものを、はい、今ささっと、まあ、でも大体できてる。あ、もうできてる。切ります。はい、じゃあ完成形をお聞きください、はい。